打倒早稲田ミックス団体戦。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の対戦はメインマッチと言っていいんではないでしょうか。上杉プロと高尾プロ、はい、バーサス白石プロと小野田プロの統計戦となります。なんかそれにはちょっと一言あるらしいですよ。あの総計戦って言うとね、層が早稲田が上に行っちゃうから軽装戦の間違いじゃないですか。軽装戦っていう、ね、いや絶対に総計戦。まあどうでもいいっすよね。僕も近代なんでどうでもいいっすよ。僕もまあ、まあ、絡んでないね。僕は今日はもう慶応の帯として。ありがとうございます。慶応卒業でも何でもないですが、はい、高尾さんそもそも早稲田寄りですよね。練習拠点早稲田、ね、近いのは早稲田で、それちょっとねちょっと違うよね。慶応にも何度も行ってるしね。気持ちの問題です。気持ちの問題です。この慶応の対戦に関しては慶応寄りです。失礼しました。はい、頑張っていきましょう。はい、お願いします。スターストレッチスタートレ、いいですか。はい、お願いします。アップダウン、違うからアップでお願いします。はい、アップ。どうですか。3、2、リターンです、はい、だよね。だよね。意気込みをいただけますか。いいね。はい、まあ、相手出会いだからね。最初です。最初で流れ気持ちで負けない。あ、どっち様、鈴木孝雄様受けたことある。あ、 あるか、はい、練習、はい、そうだな。思い切っていきましょう。はい、行こう。はい、ベイ、じゃっす。どっちから行きますか。どっちから行きますか。あと、どちらも大丈夫です。俺、じゃあ俺から行こうか。あ、分かりました。意外とね、俺いきなり前よりね、あ、サーブから始める人だったな。あ、オッケーです。まあ、別になんか、まあ、僕もデュースあれでしょ、デュースありだからさ、はい、そんな関係ないし。まあ、僕も松井さんいつもさっきなんで、全然、うん、そこのリズムは大丈夫です。どういう作戦、意気込みでいきますか。ね、2試合やってるんで感覚はいいと思うんで、僕はなんだろう、こう堅実に行きます。はい、2人 の白石プロとあんまり俺その情報がないから、うん、ちょっと様子見ながら、まあ、2人とも多分こう決めるボレーっていうかこう、うん、丁寧に来る感じでしょ、うん、こっちでどんどんプレッシャーかけていけば、ね、OK、OK、はい、ね、ボディからいきます。はい、分かりました。サーブサーブ、うん、確かにめっちゃ楽しみです。さらにスピードがまたダンダブだと上がりそうです。お願いします。お願いします。サーブです。ナイス。やっぱこうそんなに強く打たない最初とか。あ、全然もちろん、うん、センターいきます。はい、フィフティラ、あれ届くの。ナイスサービス。サーティラー。ナイスサーブです。ナイスサーブ。ナイスサーブ。入ってますよ。入ってますよ。さすが。入ってる、入ってる。よし、一発します。オーディラブだっけ一発。あの軌道で入るかどうかをチェックしない。あとでシングルスやるからさ、ほら。シングルスやるから、あの軌道は入るってことなんだ。OK、OK。4-15。よっしゃ、はいよ。スキャー。セカンドでね。チアガール。チアガール。小柄なチアガールがいる。うん、なんかやっぱこういうのって元気で、ね、総計戦でこういうのだってないもんね。多分女子部員がいるとかないね。女子も女子は試合してるからね。女子も叫んでるしね。サービスゲームのプレッシャーがあんまり前でないタイプ。いや、行きます。行くよ、はい、これは行かないと多分ダメです。オッケー、はい、コースだけ行っていいですか。どっちがいい。あ、Y で行きます。オッケー、オッケー、はい、ああ、すいません。ああ、すいません。大丈夫、大丈夫。時間差、
基本そうだね、はい、そうだな、これが飛ぶタイミング間違えた一人時間差だ行けか、よし、いい足よく取るよね、アイドさあサーブいい、いやくっ、よし来ておる、あ、入ったごめんごめん、スルーしてしまった、いやすみません、あのパンチ力すみません、もう急にみんなチャレンジ使わなくなっちゃった明確に入ってますおし、あプッシュプッシュ、こっちにプッシュ、ごめんなさい、変に余裕があって、余裕があって、ごめん、いや出てくるのが見えるのも嫌ですわ、ボディでいいと思うよ、はい、OK です、さて寄る、はい、おっ、ナイスムーブ、うわーナイスチャンス、一応また時間差しそうになりましたカイトの映像は結構見てるからカイトの動きは何となく分かってるから結構見てるから、いやいや、しゃーねしゃーねしゃー、ナイスプレイ、待ちましたね今、また、すいません、いやごめんなさい、すいません、強い、ちょっとファーストの確率だけ気をつけた方がいい、入らなくなるとやっぱ危なくなる、じゃあボディで準備できます、いやー、おしそこしか打つとこがない、ちょっとねうん、あ、いやいや、サーブが、どこでもいいよ、はいはい、はい、うん、シャーナシャーナシャーナ、フォア、くわー、フォアなんだ、すげえ、バックかと思った今、あの軌道行きましょう、よし、はい、はい、うん、あよいしょ、力んだ、力んだ、カイドってあれなの、サーブのタイミングが速くなったな、ちょっと多分前よりもっと速くなりました、うんうん、うん、だだだだ、入りました、うわ、よっ、ノー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 、アウト、いけんかった、すいません、しつこしつこ、スマッシュがね、センターだね、すいません、いいね、俺何もやってないよ、今いくつですか、一歩いかも、ワンチャンあります、 OK、 はい、出た、どこの方がいいですか、うん、TV、 はい、 OK、 ふっ、いや体が、はい、うん、出た入ったんかい、はい、うわー、はい、どうも、ナイス強気、ファースト今、大事、ファーストスーパーサーブ、えらい強気でいった今、まあ、えらい、まあ、ブレークされてもいい、ね、道だから、それ、ほんとね、入れに行こうって思っちゃうのに、はい、よし、集中、すごいな、絶対通
ったわ。ああシュート最後で書いたんだよ。いやいいってな。いや、あ最後で見た。そうそうですね、うん、動いたからなんとなく動く感じはしたってことでしょ、うん、ああよいしょよいしょ。次もう一回ワイドの方がいいですか。オッケー、いいよ。強気でいきます。はい、強気でいこう。レタ自己申告しますよ。こっち先制取れねえ。ぐいっすサブ。よし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 。はいはい、うん、っうスーパーナイスタッチ。体でちゃんと持ってたね。手先じゃないね。ナイスプレイ。手先で行くとねボールって飛ばないよね。ちゃんと体で行かない。ごめんなさい。いやいや強いぞ。はいはい、そうだ、はい、ナイスボディーサーブ。グッドサーブ。チャンスあったな今。いやーすいません。はい、あやっぱナイスゲーム。やっぱ修羅場で生きてんな海斗。さすがだな。さすがさすが修羅場を。今の修羅場を生きてるよ。ね、俺はちょっと前ね。ちょっと、いやーしょうがないですね。40フィフティンからあのセカンドでフリーポイントが良かった。セカンドフリーポイントが良かった。勢い乗らしちゃったの。はい、ファーストかと思いました。パワーあるなみんな。困ったらとりあえず振り抜いておくもんな。普通はそこを入れに行きますからね。ちょっと思います。足がなんか絡まりそうだ。はい、失敗。はい、ナイスチャンス。 OKOK、 ナイスブック。ナイスプレッシャー。ナイス突きです。いい、あそこでいいよな。 あそこに突くからカイトが出れる。よし、うわらあ、ナイスショット。ナイスボール。ナイスボール。ありがとうございます。ATP。ATP。ATP してる。前で行く。はい。やばい。あそこスライスに構えたから出るんだよ。あれ悔やまれちゃいかんのよ。スライスでラブサーディーでスライスのリターンは絶対ダメ。いえいえ、仕方ないです。ストーリー1本いきましょう。お願いします。ああすいません。見てる見てる見てる。バックはバックっす。バック、はい、ちょっと動くの早かったっすね、うん、一応見てるじゃん。 見ながらで最後、はいはい、よし一本でいこう。一気にいこう。よし、あーちょっと一本はい、よっ、あった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 。ありがとうございました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 。チームスタトリのメンバーになりませんか。僕の特別レッスンを配信中です。ということで、ただいまの結果4対0で KO 組の勝利です。あ、なんかいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、KO 卒ではありませんけれども。すごい戦いでした。いやー、というか強いですね。リターンのサイドがまず一勝でいいって、はいはい、いつも通りでいいっていうのと、僕結構やっぱ
松井選手と上杉選手のプレーを結構試合を、はい、大会会場で見たり、まあ、松井選手とはね、年代が一緒ですので多分似てるんだよねその感じが、はい、うまくフィットして、そうそうそう、多分考えとかその感じとか、もちろんそのフィジカル面だったり、得意不得意なそのスタイルは似ててもちょっと違いがあるけども、まあ、僕非常に組みやすいなっていうのは感じました。上杉選手どうでしたか？いや、 やっぱりこのスピード感ってやっぱもうダブルスをやっぱ松井さんもそうですけど、うん、もう知り尽くしたというか、やっぱポジションがもうそこのダブルスを知ってる人でないといないポジションにやっぱ立っていただいているので、うん、まあ、もうこっちはもうどんどん思い切って動けることができたので、なんか余計なそのどこをカバーとかっていうのを一切考えずにできたのがすごい良かったなと思います、3ゲーム目ね、ちょっとブレイクポイント、はい、フィフティモティがあって、はい、あれ取られてたらまだ分かんないっていうところがあったんですけど、あのゲームはキーでしたね、鍵でした、はい、スピード感がすごかったですよね。いや、そうですね、白石さんいかがでしたか？ちょっとスピード勝負して勝てるビジョンがあんまり最初で見当たらなかったのに、そこでちょっと勝負しちゃったので、まあ、サーバー登りしなかったり、ちょっとリターンの位置下げたりとか、もうちょっとゆっくりやろうとすればもうちょっと展開が変わったかもしれないですけど、ちょっと、まあ、その好きなペース、相手がすごいやりやすいペースでずっと4ゲーム通しちゃったので、ちょっともう最後はもう手をつけられない状態になってしまったので途中からやべえなみたいなATP ツアー入って我々大学王座のレベルじゃねえな話になり別に大学レベルではないです。彼はすごいいいプレーして、僕がちょっと落ちたプレーをしてた。いや、ちょっと ATP されました。すいません。いや強かったです。これリードしちゃう。これ2連勝でリードです。そうなんです。ただいまの結果で2対1で一歩こちらがリードしています、はいはい、次が最終決戦、はい、早稲田代表の白石プロがですね、青プロ現役を上杉プロじゃないところがね、ここが面白いところなんだね、またこれ上杉さんもうね、ちょっと3試合やっていただきましたので、まあ、高尾プロが現役、はい、頑張ります。挑戦するというシリーズに参りましょう。はい、頑張りました。次回もお楽しみに。はい、またね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。プロが認めたトレーナーの店スターストレッチ。最近年齢のせいか体が重い、痛い、毎日の仕事で肩こりや腰痛が。そんなあなたにスタトレは、プロの選手が認めたトレーナーがあなたの体を改善します。スターストレッチ錦糸町ベース、今なら初回大幅割引実施中。詳細は概要欄へ。オンラインテニススクールチームスタテニでは、ここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。ドッキリじゃない。必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。